しぶといな。来た。3万株買いだ。無理です。もう持ちこたえません。いいんだ。来たぞ。もしもし。どこまで下がるんだ。見極めろ。まだまだ。15万株買い。え、15万株？いいんだ。来た。なんだこの動き。戻しました。101円。これでとりあえず今日明日の倒産は奇跡です。稼いで。この1週間デイトレードの黒字128万7677円。見たかったんでしょこの数字が。ああ。ならさ、もうデイトレードやめていいよね。いや、ノルマの方はこれからどうする気？また別の稼ぎ方考え。せっかく覚えたのに。なんか
デジタルのゲームはもう飽きた。つまんない。じゃあさ、あの子と一緒じゃない？うん、一緒でいいよ。なんかちゃんと燃えたいんだよね、株で、バスケみたいにさ。なに、燃えなかったの？これだけ稼いだのに。だって俺が見たいのは数字じゃないもん、数字の中身だもん。いやもうノルマ制はやめた。え、なんで？なんでって、もう飽きたんだよ、君をいびるのは。いびるってなんだ、遊び半分だったのかよ。いや遊び半分じゃないよ、完璧な遊びだよ。人がどんな思いしてさ。早く行きなさいよ、待ってんだろ。もう絶対死因聞いてやんねえからね。行ってきます。死因か。弁声しくしく夜川を渡るときたもんだな。あ、やっぱり子供は子供ですね。いや、いい顔してるわ。まあ、言ったわよ、こっちが振り回されて。いいじゃないですか、勝負しなかったんだから損はないでしょ。あれから俺は全然パソコンなんて触りもしない、バスケばっかり。ただの遊びだったんだ。また新しい遊び見つけたんですよ。ほんとなんかね、あの子の顔見てると気抜けちゃったわ。ちょっとこれ、おい使えねえぞ。お前の教えたダンクシュートできるわけねえだろ。うるせえバーガー、こっちだってお前に教えてもらったゲーム感覚じゃできねえんだよ。違ってたわ私。いやもういいじゃないですか。イケてるあの子。あ、こっちよ、こっちの方に才能があったのよ。お筋がいいもの、他の子たちよりも全然。あ、フォームもなんとなく。あ、入った入った。あ、誰だっけ、あの有名な選手、ほらあっちの、ほらほら、あのマイケル・ジョーダン。そうそうそう、その人似てるもん。知ってるんですか。年俸すっごい人でしょ。行け、ユウタ、ユウタ、あ、あ、シュシュシュート、シュート、あ、あ、あ、行け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 、ほら、行け、行け、ほら。あなたはアクア製薬の株が100円を切り、株価が総崩れになり、倒産するのを防いだ。だ、何の儲けにもならない。それどころか2億円の損だ。なのに、なぜ株を？デジタルでしか、数字でしか物を見ない人にはわからんでしょうな。わかりませんね。わかりたくもないな。でしょうね。でもね、いずれわかってもらいますよ。嫌というほどね。もう一つお聞きしたい。ここにいた彼、白戸さんがあなたの後継者なんですか？失礼だが、その器には。いや、違いますね。彼はね、僕より上ですよ。
かったな、うちも持ち直して新薬の開発チームも喜んだろ。倒産してたら研究続けるどころじゃなかったもんな。ああ畑野さん、いかがですか、体調の方は。はい、何かあったらすぐ知らせてくださいね。ありがとうございます。じゃあ。